神は地球に来ていた。その証拠が1万年前から残されている。ようこそ、ナビゲーターのルカです。ギザの大ピラミッドは4500年前に建造されたとされています。当時の日本は弥生時代。ピラミッドのような巨大建造物を建てる発想や動機がなかったばかりか、それだけの人員を動かすほどのコミュニティがなかったと思われています。弥生時代から遡ること1万年前、当時の日本は縄文時代でした。竪穴式住居に暮らし、狩猟と採集の生活を送っていたと考えられています。そんな1万年前にも高度な文明が発展していたと言われています。驚きですね。一体どのような文明だったのでしょうか。宇宙からやってきた謎の仮面。アメリカはフロリダ州のメルボルンビーチでは過去に金属探知機調査が行われました。そこで約1万年前に宇宙からやってきた金属で作られた超古代の仮面が発見されました。仮面は精巧に作られていました。紙のように薄い仮面はかつて金と銀で覆われていたこともわかっています。発見当初、仮面はインカ帝国以前の文明が作ったものと思われていました。ところが、なんと隕石から抽出された金属で作られたものであることが判明したのです。イリジウムがメインの素材となって作られていました。大昔、金属職人が隕石から抽出したのだろうと考えられています。仮面発見者のマイケル・トーレス博士は、人類が冶金技術を編み出し、イリジウムを使用していたことを示す最古の証拠である、古代ペルー文化に対する理解を一変させる可能性があるだろう、と話しています。その希少性から仮面には約5500億円相当の価値があると見積もられました。隕石について科学者たちは1万から1万2000年前のものではないかと推定しました。そして仮面は宗教的な儀式に使われたのではないかと考えました。どうやら仮面はインカ神話に登場する創造神、ビラコチャを模しているように見えるのです。インカ神話では暗黒に包まれていた時代にビラコチャがチチカカ湖から現れ光をもたらしたとされています。さらに太陽、月、星々を創造し石に息を吹きかけて人間を作ったとされています。しかし最初に作ったのは脳を持たない巨人でした。ビラコチャはこれに満足せず大洪水を引き起こして創造物を絶滅させたといいます。そしてさらに小さな石から別の創造物を作り出しました。インカ神話は神の存在と神による天地創造の物語を語っています。物語の中には旧約聖書と似ているものもあります。巨人や大洪水の話を聞いて皆さんもそう感じたことでしょう。おそらくインカ帝国を滅ぼしたスペイン人が書き換えたのかもしれません。けれどもインカ帝国の遺跡にはビラコチャを崇拝した痕跡が残されており、古代インカ人のビラコチャへの信仰心が見て取れます。それでは巨人や大洪水の話は旧約聖書と全く関係ない話なのでしょうか。全く関係ないのであれば、インカ帝国には巨人がいて、大洪水も起こっていたということになります。そして気になるのが、創造物を絶滅させた後に小さな石から新たな創造物を作り出したという話。この石は単なる石ではなく、何か神秘的な力を秘めた生命の根源であると想像されます。そういえば、ビラコチャの仮面は隕石からできていました。これと生命の根源である石とを結びつけると思い出されるのはパンスペルミア説です。パンスペルミア説とは生命起源論の一つです。地球の生命の根源は地球にあるのではなく、他の天体で発生して地球に到達した微生物の画法であるとします。宇宙からやってきた隕石、地球の生命の起源である隕石、つまり隕石こそが天地の創造主であると言えるのです。インカ人はそれを知っていたのか、隕石から金属を抽出して創造神ビラコチャの仮面を作りました。1万年前に宇宙からやってきた神を再び形として蘇らせたということになります。ただ、ここで疑問が浮かびます。仮面が発見された場所はアメリカです。なぜインカの神の仮面がアメリカで発見されたのでしょうか。それは、
仮面がスペイン人の盗掘者に盗まれたからです。仮面を発見したマイケル・トーレス博士はマチュピチュから盗まれたものだろうと推測しています。盗掘者は略奪品をスペインに送るためにガレオン船に積んでいて、仮面もその一つであった可能性があります。盗品を乗せたラ・コンセプシオン船は出港してスペインへと向かう途中で1715年に台風に遭い、損傷を受けて沈没してしまいました。仮面はアメリカに流れ、長い期間ビーチの砂浜に眠ることとなりました。ガレオン船が台風の被害に遭ったのはビラコチャの怒りがたたったのでしょうか。いずれにせよ仮面がアメリカ大陸に戻ったおかげで天地創造の謎が解き明かされることにつながるかもしれないので、歴史の不思議を感じずにはいられません。古代に使用された宇宙の素材、隕石で作られた道具は仮面だけではありません。青銅器時代の武器や道具はどれも隕石から抽出された材料で作られた可能性があるというのが近年の研究の見解です。青銅器時代とは、人類が金属として青銅を使うようになった時代のことです。紀元前3300年頃には始まりました。その時代の道具、武器、宝飾品などには青銅が使われています。青銅は頑丈で作り方が簡単です。大まかに言えば、銅を溶かして錫と混ぜれば出来上がりです。それから2000年の時が流れて幕を開けるのが鉄器時代です。鉄器時代とは、鉄を取り出す技術を発見した時代です。人類は鉄鉱石から鉄を精錬する上で必要となる高温を実現できることを知りました。そうした歴史の中で研究者たちが考えてきたことは、鉄はどこからやってきたのかという問題です。この問題を解決する手がかりは、地球に落下した隕石の鉄に含まれる大量のニッケルでした。ニッケルは形成する過程で地球内部の溶鉄コアに向かって流れます。そのため地上の鉄鉱石に含まれる割合はわずかです。人類は鉄鉱石から鉄を精錬する技術を発見しましたが、それ以前には隕石で鉄器を作っていたということになります。例えばツタンカーメン王の埋蔵品の一つである短剣は、隕石から抽出された金属で作られたとみられています。エジプトだけではなく、トルコ、シリア、中国でも隕石から武具類を作っていたそうです。フランス国立科学研究センターのアルバート・ジャンボン氏は、先に挙げた4国の博物館に所蔵されている遺物を X 線蛍光分光計で解析しました。遺物は短剣やビーズ、ヘッドレストなどでした。ジャンボン氏が利用した X 線蛍光分光計は、物質に接触することなく対象の化学組成を解析することができます。するといずれも同じ起源を共有していることが分かりました。それが隕鉄だったのです。隕石に堆積した鉄は精錬しなくても利用することができます。そしてニッケルが大量に含まれています。現在の結果は、文献で説明されている高度な解析を補完するもので、青銅器時代のほとんど、あるいは全ての鉄が隕鉄から抽出されたことを示唆していると論文で論じています。つまり人類は隕石から鉄の精錬技術を覚えたということです。それにしても、なぜ紀元前に隕石から鉄の精錬をすることができたのでしょうか。いつから行っていたのでしょうか。またなぜ世界中で隕石から鉄の精錬をしていたのでしょうか。今のところその理由は誰にも分かりません。隕石から鉄を取り出した時期と場所を特定すれば、人類史の謎は解き明かされるかもしれません。こうした謎の解明にシンクロニシティという言葉が用いられます。シンクロニシティとは、心理学者ユングが提唱した概念です。日本語では非因果的連関の原理と呼ばれていて、意味のある偶然の一致を指しています。ガイア理論では、地球や地球上の生物を一つの生き物として見ましたね。人類も同じように、互いが非因果的ではなく因果関係で成り立っていると言えます。歴史を振り返ると、古代または超古代には数々の文明が関連性を持つことなく点在していました。それでも同じ時期に発生して同じような文化を発展させてきました。そのため、奇妙なことであっても同時に発生することがあり得るのです。異なる文化であっても、シンクロニシティが働いて一つの文明となるのかもしれません。
隕石は過去とつなげることで、それを現在の私たちに教えてくれているのかもしれません。過去と人類の英知を語り継いでくれる歴史の遺物は、私たち人類が大切に守っていくべきものなのですね。